日本関東地方神奈川県横浜市旭区。二股川二股川は神奈川県横浜市旭区にある町名。現行行政地名は二股川一町名及び二股川二町名。住居表示水市区域。また、周辺の本村町、元宿町、南本宿町、幸賀、丘、全部町、今宿、中尾、中沢を含めた地域名として使われることもある。 相模鉄道二股川駅が当地駅の中心にあり、この駅から泉谷線が分岐する。また、運転免許試験場の最寄り駅であることから、本試験場を二股川と呼ぶことがある。当地区と鶴ヶ峰駅周辺地区は、横浜市が策定した夢は、ま、2010プランにおいて、二股川、鶴ヶ峰副都心として、横浜市の副都心に指定されている。 また、朝日区では二股川のみ、長目の数字をアラビア数字で表す。二股川駅周辺以外は、住宅街である。神奈川県道40号横浜厚木線と、鴨井上飯田線沿いは、比較的平坦な谷間であるが、道の両側には、坂が迫っている。朝日区で一番栄えている地域であるが、区役所は、鶴ヶ峰にある。二股川駅の北側の中尾には、 県内唯一の運転免許試験場があるため、神奈川県で運転免許を取得した人ならば、一度は行ったことのある場所である。また試験場の向かいには、神奈川県立が、センターがあり、2013年11月2日には、新病院がオープンした。二股川駅、駅前は交通の要所となっており、総鉄2路線、大きな通りが2本通っている。 2019年には、相鉄 JR 直通線が開業し、東京都、埼玉県方面に電車が直通するようになった。厚木街道と鴨井上飯田線を結ぶ立橋は、両端に信号があるが、待機スペースが短いため、立橋前後で慢性的な渋滞が起こっている。2010年現在、南部の鴨井上飯田線が拡幅、新規整備工事中である。また、 相鉄、JR 直通線開業に合わせて、二股川駅、南口エリアの再開発が行われた。畠山重忠は、鎌倉時代の武蔵国小薄馬軍の武士で、源頼朝の中心であった人物。1205年、重忠のことを疎ましく思っていた、北条時政は、重忠を撃つために、鎌倉に異変あり、死急参上された使と、偽りの手紙を重忠に送り、 鎌倉に呼び寄せる。茂田和歌臣たちを連れて埼玉の居城から出発し、二股川付近まで来た時に、北条の軍が、牧が原に退去しているとの報を受けるが、り溶かずに鶴ヶ峰に布陣した。畠山軍は北条軍と激戦を繰り広げるも、戦力の差が大きく、戦には敗れ、茂田は討ち死にしてしまう。二股川駅南口から、 港方,方向にほどなく行ったところにある県営巻ヶ原団地の一角には地元の有志により1892年に建立された畠山重忠公遺列碑がある。また、1955年6月22日には没後750年を記念して鶴ヶ峰と埼玉県川本村の有志が畠山重忠公碑を鶴ヶ峰に建立している。 他にも二股川古泉城周辺には、重田田首塚、鈴利市水、六塚、籠塚、首洗いの井戸など重田にまつわるものが多く残る。これらは横浜市登録地域文化財に登録されている。住宅地の地下は2019年1月1日の工事地下によれば、二股川2丁目32番64の地点で27万2千円、平方メートルとなっている。 朝日区内で最も地価が高い。2021年7月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移。国勢調査による世帯数の推移。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。 町内の警察の管轄区域は以下の通りである。横浜市の場合、町目の数字をアラビア数字で表すときは、字町目を表す。町1から3町目とあれば、1から3町目を合わせたすべてが一つの町であり、1町目は字である。また、関数字で表す場合は、町目ごとに一つの町を表す。町1から3町目とあれば、1町目から3町目までの、 参加町であり、一丁目で一つの町である。この法則が適用されるのは、1964年4月1日以降に、町会町名地盤整理事業や住居表示整備事業を実施して設置した町であり、それ以前に設置した町は、例外となる。二股川が唯一この例外にあたり、一から二丁目と表記されるものの、それぞれ別個の町である。 武蔵国続き軍今宿村、ありがとうございます。